カザマンスの位置カザマンス地方は、西アフリカのセネガル共和国南西部にあり、ガンビアとギニアビサウの間に位置する。セネガルの行政区分で、ジガンショール州、コルダ州の2州6県にまたがる地域。面積は、約2万1 0 1 1トルに、中心都市はジガンショール。カザマンスの住民は、ジョラ族が多い。ジョラ族の言語は、方言の多いことで知られる、ジョラ諸語で、 方言として、ジョラホニー語、ボールフ、カサ等がある。宗教は、キリスト教徒が多い。カザマンスの老人がよく語る、伝説的な人物としては、ジナババッチアリンシツジャタがいる。また、カザマンスに到達した、最初のヨーロッパ人は、ジョラ族の建築技術の高さに驚いた。彼らは、アフリカで唯一、防水で2階建てのカーズを作る技術を持っていたからだ。 19世紀から20世紀初頭のフランス統治時代、他のセネガルの地域と同様にフランスは族長など、地域の権力者を利用して、カザマンス地方も治めようとした。しかしカザマンスの住民、ジョラ族は、階級制度を持たない上、カザマンス社会には、地域の権力者も存在しなかった。そこでフランスは、マン万ン家族の族長を、カザマンスに移住させ、カザマンスを治めようと試みた。 しかし、ジョラ族はこれに反発し、フランスに対する激しい抵抗運動が1930年代まで続いた。1943年には、伝統的女性司祭 EN、アリーヌ首都エジアッタに引きられた抵抗運動が起きた。この運動は、フランス軍によって弾圧され、この女性司祭は、現在のマリー共和国のトンブクトで投獄され、その後亡くなった。彼女は、 カザマンスの人々の誇りとなり、カザマンスのジャンヌ・ダルクとも呼ばれた。1950年から1970年にかけて、中国人がカザマンスで稲作の技術改良を行った。1960年にセネガルがフランスから独立した。しかし、セネガルのウォロフ族の居住地域は都市化による発展が進み、それに従い、都市の商業や、 行政上の使用言語などによるウォロフ化が進み、カザマンスのジョラ族は政治や経済的に偏京に追いやられた。そのためカザマンスの住民は反発すると同時に他の地域と異なる自分たちの伝統文化を守ることを宣言し、中央政府の北部に対して抵抗運動を始めた。カザマンス民主勢力運動の旗。 1988年採用1982年12月26日、ジガンショールで分離独立を求めるカザマンス民主勢力運動が政府軍との間で武装衝突を起こした。以来、現在に至るまで政府側と武装衝突が続いている。隣国ギニアビサウが MFDC を支持していたことから、セネガル政府とギニアビサウとの関係も悪化していた。 ギニアビサウとの国境付近で海底油田が発見され、セネガルとギニアビサウ両国は海上国境の策定をめぐって国際司法裁判所で争っていたが、判決はセネガルに有利なものとなったという背景などがある。カザマンスにおける農業、稲作などの農業が中心、地域によっては観光業もある。カザマンス地方はジガンショール州、セディウ州、 コルダ州の3州からなる。2002年9月26日、ジガンショールからダカールへ出港したセネガル政府所有のフェリージョラ号がガンビア沖で沈没した。この3時で少なくとも1863人が死亡し、アフリカ史上最悪の海難事故となった。ありがとうございます。